追加。おお、始まった。場面が違う、違うね。え、そっから押しのけろ、押しのけろ、ジルジルジル、押しのけろ、押しのけろ。はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日はですね、まあ、ここにも出てるんですけど、バイオハザード3をね、やっていきたいと思います。それで今回やっていくのは旧作のバイオハザード3ですね。ただ、皆さんちょっと思ったと思うんですが、タイトル画面が違いますよね、全く。なんならね、ここに表示されてるのは RE3 のジルですよね。で、レールガン持ってますよね。ラストに登場した。はい、そうなんですよ。実はね、こちらのバイオハザード3はですね、オーバーホールバージョンになります。オーバーホールってね、どういった意味合いかというと、ゲームで言う。ベースはそのまんまなんですけど、それをですね、再構築して、新しい取り組みをね、加えたバージョン。そういったのをゲームで言うオーバーホールって言うんですけど、つまり、オリジナルとは全く異なったバイオハザードってことですね。まあ、ざっくりなんですけど、どういったものがね、追加されたかっていうのを調べたんですけど、まず、全体的にゾンビたちの、種類の追加。足の速いゾンビとか、あと特殊ゾンビとか、そういったタイプの追加とか、新武器の追加、そしてオリジナルになかった新たなエリアの追加とか、そういったことを行ったみたいです。まあまだいろいろね調整した内容はあるんですけど、そこを話すとね長くなってしまうんで、ここまでにしておきますが、はい。なので、今回はですねこちら遊んでいきたいと思います。果たしてね。どういった内容に新生バイオハザード3になってるのかね、楽しんでいきたいと思います。では、行きましょう。オーバーホールバージョン。いや、懐かしいね。確かね、去年かな。去年バイオハザード3のオリジナルやったんですよね。だから1年ぶりか、改めてプレイするの。一応ね、ここら辺のムービーは流していきます。It was Raccoon City's last chance, and my last chance, my last escape. いや、こっちが良かったよね、RE3 版。あっちが良かったよ、このオリジナルの方が。セクシーだった。あれ、あったんだっけ ?RE3 でコスチューム追加。おお、始まった。場面が違うね。え、そっから?お、待て待て、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。ちょっと待って、落ち着け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 。登場する場面が変わってますね。え、待って、後ろやばくね、ゾンビの数。ほら、こんな、あ、やばいやばい。これもう走り抜けるってことでしょ。お、待って待って、お、前方にもまっすぐいるじゃん。ちょっと、あ、いや、やばいやばいやばい、やばいやばい、お前、離せ、おい、やめろ、やめろ、やめろって、やめろって。おいおい、えぐいえぐいえぐい、えぐみ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 、え、こ、くそ、ちょ、離せ離せ、ちょっと、えぐい、えぐい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 、ちょっと、死ぬ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 、あ、ここだね、ここだね、オッケー、やばくない、しょっぱだから鬼畜じゃん、しょっぱだから鬼畜じゃん。ここはあの場面だね。え、もし、待って、 HP どんな感じ、ヒーローか。あ、見て、ナイフを振る速度が速くなってる。ここ調整されてますね。え、ナイフ強くなってるってことだね、このバージョン。だから下がってピッピッピッと強えぞ強えぞ、みんなナイフ強い、ナイフ最強。いっていって、あ、くそくそ、ふざけんな。マジか。はい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 。振る速度が速くなってます。なるほどね。
死んでいる。あそこだよね。お、皆さん緊急回避ができますよ。ええ、この今ね、後ろ押してんだけどバックステップする。ええー、あ、待って、タックルした、タックルした。お、タックル、これね、新しいバージョン、オーバーホール版の新しいバージョンになるんですけど、このね、タックルがね、追加されたらしいんですよ、今回。これでゾンビたちを押しのけることができるようになったみたい。なんかそういったことが書かれてました。あとは、あー、サイドスクロールも、サイドスクロールじゃない。サイドへの緊急回避も可能ですね。ということは、今までのバージョンは、左右と後ろは緊急回避できたけど、今回新たに追加されたのがこれだってことだね。やーば、超進化してるやん。俺の知ってるオリジナルのバイオじゃない。これは、金色の女神像がある。神に祈りを捧げますか。捧げた。神に祈りを捧げることで、イージーモードに変わります。一度変えてしまうと元に戻すことはできません。いや、やめとこうか。へえ、救済措置があるみたい。途中でね。難易度を変更できるみたい。金色の。いやー、新たな追加ですよ。September 28th, daylight. The monsters have 名前なんだったっけ、あいつの。あのおっさんの。Somehow, I'm still alive. 忘れちゃったね。Okay, we've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. RE3 だと娘を失ったから嫌っていうわけではなかったよね。I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone.なんだったっけ、俺は作家になるんだとか言って、おお、新しいドアがある。新しいドアがある。なんか入れるっぽいぞ、ここ。ほら、鍵がかかってる。今は無理だけど。みんなあれ、ダリオ。こいつダリオだ。オリジナルでは娘がね、食われたからもうどこにも行きたくないと。ここで飢え死にした方がマシだっていうので、ここに閉じこもったんですね。生きてる、こいつ。いや、大丈夫みたい。通常のさ、2倍ぐらいの速度だよね。早い。いや、これは頼りになる。救急スプレーを取りますか。はい。まだハンドガンはないみたいだね。ま、でも正直、ナイフさえあれば、対1だったら勝てるぜ。それぐらい優秀。ただ、そうだね。複数いたら、きついけど。あ、でもタックルでどうにかなるかもね。タックル、ちょっと対一で戦うときやってみようか。おー、銃あった。傭兵用のハンドガンを取りますか。傭兵のハンドガンがね、ジル使えるようになってますね。ほうほう。で、開かないと。いや、これ復活すんな、流れ的に。ほら、危ない。ちょっとタックルしてみようか。タックル。来いよ。ちょっと待って。無理。バック。行くよ。タックル。行った。はい。おお、倒したぞ。みんな。バック。あ、めっちゃ戦いやすいんだけど。あ、しまった。サイドステップしちゃった。サイドステップ。おお、待って。ガキン。よし、行け。よし、倒した。さあ、そうなるわな。待って。タックル。ダメか、倒れんか。タックル。ダウン取れないのかな?やばい。危ない。やばい。近すぎた。ダウンはね、ちょっと状況によってじゃないと取れないみたいだね。はい。バックステップ。
バックステップ取って、ちょっとね、戦闘に慣れるのに時間がかかるね。倒した？またか。オッケー、バック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 。オッケー、いいよ。距離取ってからのタックル。で、切る、切る、バックステップ。タックル。あ、あーしよしよし、今回倒れた。よく出すな、よく出すな。いや、マジ、あ、やばい、これ、危ねえ、危ねえ。うん。いや、マジ戦闘楽、みんな。ただ、ちょっと入力ミスってね、サイドステップとかしちゃうと、ダメージ受けちゃう。あれはやばかった、マジで。ああ、もう、いや、でも、いるっちゃいるね。うんうん。すげえ、鮮血が。お、いや、足早いバージョン来た。うん。ほら、見て、這いずりで足早いよ。あ、起き上がった。え、待て、危ない、危ない。そっからの復帰ありえるんだ。這いずりからの復帰がありえるぞ、今作。ああ、頑張れた。くそ。マジか、おいっす。やばい、ゾンビたちが強くなりすぎ。バック。あーん、タックルしたかったのに。あ、ごめん、タックルのね、やり方が、ちゃんとできない。一回下がって、切って、タックルして、切って、あーん、過信しすぎはダメだね。うん。足が速いバージョンだと、やっぱり難しい。うん。復活するな。なんて、こいつ復活するね。どう？いや、復活しねえか。わあ、すげえ寝てる。いや、ここら辺のやつら最終的には復活するぞ。絶対。血出てないから。事故車が塞いでいる。アイテムとかないんだ。いや、あるだろう。あるだろう。あってくれ。なんか。ここは？ここもねえのか。マジか。復活すんなよ。あ、おう。来い。ん？待て、危ない。ああ、耳、耐えた、危ない。足元すくった、今。危ない。ああ、やばい、これ。耐えるなって、お前。やばい、あれ、ちょっとね、操作性が。あ、やばい。あ、お前死んだ。あのね、重症になるとね、緊急回避できない。重症になると緊急回避できない。がーくそ、ゾンビたち足速くなりすぎ。うん、速い類のゾンビが多いね。あー、最初からだ。で、あとあれだったね。あぶ。オッケーオッケー。タックルの仕方分かったから。大体振りほどける。違う、タックル。おい、いいよ。いや、マジこれ覚えたら楽。タックル。押しのけられるから。タックル、どけ。今はそんなことをしている場合ではない。確かに。なるほどね。ゾンビがいるとお祈りができないみたい。まあ、お祈りしてたら噛まれますよね。2体いるよね。ここ。ちょ、銃使おうか。銃使おう。どんくらい威力あるかな。ちょっと待って。10発使うね。倒すのに。あれ？旧作のオリジナルもこんな感じだったっけ？倒すのに10発かかったっけ？おーおーおーおおお、でしょうね、でしょうね、でしょうね。でしょうね。お、ショットガンあるやん。でもそっち行けない。ショットガンが落ちてた、あそこに。戻れんわ、こん中。ちょっと、待て、危ね。ああ。いけ。危ね。はい、タックル。オッケー。はい。タックルで倒れろよ、お前。もうダメだ。くそ。
引っかかってるけど、引っかかってるけど倒す。これどっちが正解？グリハーバッタ。これセーブするまでが難儀だね。はあ？待って、やべえ量いいんだけど。ここ解放したら死ぬぜ。すーげえ無礼いんだけど。ゾンビー超やばいて。おお、何じゃこりゃ。うんそ。これ何？お。アサルトライフルだった。サンパー。これ、あ、しまった。これ突破できるかな？突破できるかな？突破できねえよ。突破できねえ。これトラップだよ、トラップだよ。トラップだよ、みんなこれ。トラップ。押しのけろ、押しのけろ、ジル！ジル！ジル、押しのけろ、押しのけろ。押しのけろ、押しのけろ、押しのけろ。頑張れ。いけるいける。ちょ無理無理無理。みみみ。無理だってこれ。トラップだったあれ。トラップだった。くっそ、先に進めねえ。全然先に進めねえ。セーブできねえ。みんなあそこ行っちゃいけない。行ったら進む。みんな、ここがトラップだ。ここがトラップだ。そっちに行ってはいけない。そっちに行ってはいけない。いや、アサルトライフルは確かにありがたいけど、3%は無理。3%じゃあそこは突破できん。は？ちょっと待って。ちょっと待って、待って。危ない。危ない。もうこれするしかない。起き上がれ。いった？やばい。女性がタフすぎる。女性ゾンビがタフすぎます。男よりか。ここはね、まだ地べたを這いずってるんですけど、この人はまた立ち上がりますよ。いった？ふぅ、這いずりになった。やばい、タフすぎ。どうすっかな。ちゃんと安全に降りた。よし。はい。いや、オッケー。危ない。いやー、待ってくれ。来るやろ。待って、奥か。奥にあるっぽい。まあ、ナイフでどうにかする。ナイフでどうにかする。くっそ、ふざけんな、お前ら。ガチか。奥だ。バンバン引っかかってるけど。いける。もう箱ぼれやばいでしょうね。箱ぼれがやばいと思う。よしよし。向き変えた。あのね、そう。切り替え機能があるんだよね。実は。あべ。いけ。まとめろ。おおおおおおお、走ってる。早歩きとかじゃない。走ってるぞ、こいつ。これも特殊ゾンビの一つだね。走ってた。ランしてましたよ。ラン。ええ。ランしてました、皆さん。これで。よしよし。なんでよ。クソボゲー。サカボルキックじゃん。はぁ、辛い。ああ、辛い。セーブしてないんだって。いや、ここにあった、アサルトライフルの弾。え？待って。そういうこと？これ。あ、しまった、俺。しまった、救急スプレー取ってきてない。そういうこと？まさか。あ、そこに行かないといけないんだ。で、アサルトライフルの弾を使って、突破してくださいと。
おお、なんかあるなんかある。ハンドガンの弾。そういうこと？そういうことみたい。あっちが正規ルート、みんな。ガチ？でき、突破できるこの数。いければいいんだけどね。いけないからね。ええ。いや、もうないもんね、ここしか。もういいや、全弾使ってでも突破するわ。ええ。こっちが正規ルートなんでしょ？こっちが正規ルートの鬼畜、鬼畜じゃね？鬼畜じゃね？サンパ。で、これで、補給して、OK？ はい。まあ、な、おらおら！あ？おら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 。OK、OK、OK。無理？ん？おお、頭吹っ飛ぶ、頭吹っ飛ぶ。え、待って、当たってなくね？当たってなくね？ねえ。ね、当たってなくない？お、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、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 オッケー。ちょ、バックステップしようか。オッケー、オッケー。はい、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 はい。はい、はい、はい、はい。はい。ちょ、待って。いいね。頭吹っ飛ぶクリティカル要素もあるのはでかい。オッケー。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。オッケー。もうない。もうない。もうない。まだか。使うしかねえ。おらおらおら、おらおら、おら。はい、はい。よしよしよし。あと何パーだ？あと3体ぐらい？オッケー、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 オッケー。オッケー、オッケー。トンパトンパトンパ。ギリギリやん、ここ突破するのはアサルトライフルナイト。いや、まああとはね、数少なくなったところでね、タックルで押しのけて温存することも可能だけどさ、うん、全部倒すと、うん、そう、そこでそこでくそ、全員倒すとやっぱね 0% 近くなりますね。これであなたも10歳若返る。新薬。はぁ、つれぇ。あぁ、イベント入った。あ、ブラッドだ。ちょっと待って。助けられっかな、これ。ハンドが、どっち来る？後ろからゆっくり行くわ。援護する、援護する。ブラッド。ブラッド。OK。久しぶり、ブラッド。Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape.オリジナルのね、ブラッドはね、結構ビビリなんですよね。だからワンでもちょっとビビっちゃって、一人でヘリで逃げちゃったんだよ、最初。RE だとかなり勇敢な、うん、キャラクターでしたけど。まあ本当はこんな感じ。本当っていうかオリジナルはね。しまったな、救急スプレー置いてきたのマジ痛いぜ。忘れてた、もう普通に。なんでケロちゃんたちがいんの？あ、こいつら、チク。オッケー。よしよし、よしよし、はめろ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 。はめろ、はめろ、よし。あー、危ねえ。走らんければ気づかないわ、ケロちゃんたち。で、ここどこに繋がってる？あっちいる、ケロちゃん。おそらく。まさかね、一匹じゃないよね。何？バンっつったけど、ブラッドだっけ？あれ？
よいしょ。 OK ね。ブラッドだったっけこれやってんの。あ、しまった、しまった、またまたミスった。あー、しまった。うっそかー、きちくすぎる。しゃあ、でも重症だった、緊急回避できんかったわ。もう待って、もうきついって、マジきついってこれ。え、また最初からだぜみんな。オーバーホールバイやばすぎ。ちょっとね、次回目標としてはセーブポイントまで行く、これをちょっと目標に掲げて進めていきたいと思います。それで今なんだけどね、想像以上のね、ホラゲラッシュが続いてるんですよ。自分が予測してないレベルで。うん。でね、ちょっと並列でね収録してるんで、もしかしたらね、隔離のね投稿になるかもしれないんですけど、隔離でやってんのかな。うん。ちょっと毎日投稿は難しいかもしれないんですけど、ね、よかったらぜひともこの続きも見てやってください。よろしくお願いします。はい、それでは、島津のオーバーホール版バイオハザード3になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。